この先だな。おそらくこの先があいつらと遭遇する。さてここからだな。うん、まずは俺が先行する。しかまる、奴らの特徴を教えてる。一人は大きな鎌を持ったやつで、性格としてはかなり熱くなりやすいっす。ただ特殊な術を持ってて、自分のダメージを相手に移すことができる。厄介な相手ね。ただいろいろと準備が必要みたいだ。すぐに使える術じゃない。なるほどな。もう一人はあまりつかめてないですけど、かなりの術を扱うことができるやり手だ。結局どちらもヤバい相手だってことだね。ああ、だが必ず勝機はある。突破できないものなんて。だな。それじゃ始めますか。頼んだぜ、カカシ先生。さて始めますか。任務開始。見つけたわ、暁はこの先よ。読みが当たったな。みんな作戦通りに行くぜ。待て、少し様子が変だ。そらことる。じゃあ追跡はバレて。いや、この配置とはいえ、こいつらを引き連れて追跡するわけにもいかない。カカシ先生、ここはひとまず。ああ、暁に遭遇する前に雑魚は片付けるぞ。反撃を借りるぞ。ハム、ところでナルトのやつ強くなってんすか。まあまだまだ課題は多いけど、ある意味俺を超えたかもね。あのナルトがね。最初から飛ばすなよ、後できつくなるぞ。こいつらは雑魚だ、俺たちの敵じゃねえ。少し遅れたが、そろそろ敵との合流地点だ。ここからが正念場だ。みんな気合い入れてよ。なんだ、全然弱いよ。腹ごなしにもならないね。こいつらが焼肉だったら食べ放題なのに。
みんな、こんなのちゃちゃっと片付けちゃいましょう。ここだ。こいつらは雑魚だ。俺たちの敵じゃねえ。反撃を借りるか。多分。最初から飛ばせなよ。後できつくなるぞ。どうだ。フッ、ついたな、フェイジン兵器。ドラゴトン、ドリュー兵器。こいつらが焼肉だったら食べ放題なのに。ドラゴトン、ドラゴトン、マイク、フェイトン、フェイジン兵器。ドラゴトン、マイク。こいつらは雑魚だ。俺たちの敵じゃねえ。アスマ、見ててくれ。こいつらは雑魚だ。俺たちの敵じゃねえ。ドラゴトン、ドリュー兵器。反撃を借りるか。寒い。やるな、あいつら。アスマもいい弟子を持ったな。どうだ。すごいすごい、いくらでもかかってこいって感じよね。ドラゴトン、ドリュー兵器。ドラゴトン、大気。奴らの発生源は全て破壊した。さすがっすね、加賀先生。ドラゴトン、甘い。こいつらが焼肉だったら食べ放題なのに。やるな、あいつら。アスマもいい弟子を持ったな。なんだ、全然弱いよ。腹ごなしにもならないね。はあ、お前たちから。だから言ったろ。こっさて、本部は。おら、無謀。反撃を借りるか。てめえはあん時のガキか。なるほど、敵討ちってわけか。お前を倒さねえとアスマが浮かばれねえんだよ。よっしゃ、さっさと蹴りつけようぜ。そのつもりだ。はたきかかし、相手にとって不足はないな。俺の方ばかり気にしてると足元救われるぞ。邪神様、見ててくださいよ。俺本気出すから。マジ本気。何あれ、すごく嫌なチャクラの感じ。てめえの顔は覚えたぜ。お前は絶対ぶっ潰す。お前頭悪いだろ。フェイトン、フェイジン兵器。おらおら、めっちゃいな。おらおら、事故。おとん、事故。おら、連中存在自体がデタラメだな。ったく。やりにくい相手だ。
こいつら忍びのレベルを逸脱してやがる。おら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 ここだ。おらおらおらやりにくい相手だ。おらおらほら、出てるか。我慢だ。今は耐える時だ。ほら、出てるか。落ちれない。ほら、どうだ。ほら、強敵だな。だが、倒せない相手なんていないはずだ。いい気になるな、ガキども。ほら、どうだ。そらそらどうだ。そらそらどうだ。やりにくい相手だ。そらそらどうだ。はいどうだ。そら見てがバカな。そら連中存在自体がデタラメだな。そらどうだ。そらどうだ。強敵だな。だが倒せない相手なんていないはずだ。どうだ。そらどうだ。どうだ。連中存在自体がデタラメだな。くそったれが痛いって言ってんじゃろ。どうだ。我慢だ。今は耐える時だ。そこだ。これ式でやられるかよ。久方ぶりだぞ。こいつも不死身か、化け物め。これ式でやられるかよ。そらどうだ。はいどうだ。強敵だな。だが倒せない相手なんていないはずだ。どうだ。我慢だ。今は耐える時だ。そらどうだ。はいどうだ。強敵だな。だが倒せない相手なんていないはずだ。そらどうだ。はいどうだ。やりにくい相手だ。どうだ。我慢だ。今は耐える時だ。そこだ。そらどうだ。そらどうだ。これで任務達成。
やったね、カカシ先生。手ごわいやつだったが、どうにかね。おー、言ってて。なんだよ、結構やるじゃねえか。ああ、少々驚いた。嘘、全然平気そうじゃない。お前らに俺と俺ら不死コンビをなめんなよ。どうやら致命傷の一つや二つじゃ奴らを倒すことはできないみてえだ。しかもあいつらのコンビネーションはかなり爆発を踏んでて厄介なもんだ。ということは取るべき策は、加賀先生、こっからはカッコ撃破でやる。カッコ撃破か。俺が一人を受け持つ。もう一人を加賀先生たちでやってくれ。ああ、カッコ…ガハ無駄無駄、んなことやって勝てると思ってんのか。俺はあのうるさいのをやる。弱そうだしな、一人で十分だぜ。なんだだから、誰が弱そうだと。あんただよ、あんた。弱いやつほどよく吠える。てめえ。待ちやがれ、てめえは俺がぶっ潰す。よし。くっ、何がよしだ。俺と格図を切り離しただけじゃねえか。お前の相方は俺の仲間。くっ、んなもんいらねえよ。てめえなんぞ俺一人で十分お釣りが出るんだよ。加賀先生、長次、イノ、こいつは俺の命に変えても全く、バカな奴だ。安い挑発にすん。扱いやすい奴で助かったよ。だが本当にバカなのはお前たちの方だ。だがあの小僧の判断はある意味正しい。俺と被弾をばらけさせ、そしてこの俺には複数で攻める。この策を、俺は強いからな。大した自信だな。貴様らの額当てを見ていると初代火影をな。初代火影って、それ本当の節か。いや、それは少々違う。俺は5つの心臓をストックしていてな、それらを全て潰さぬ限り。なぜそれを教えるか分かる。これを教えたところでお前たちと俺の差は埋まらないからだ。いかんともしがたい圧倒的な力の差はな。こんなのどうすれば。さて、そろそろ続きを始めるか。貴様らの命。